雨が降ったら半額というお寿司屋さん、京都円町の仲良しさん行ってまいりました。もうこの辺ではですね、かなり有名店でございまして、大将もいい人だし、ここのお母ちゃんもすごい面白いいい人なんですよね。で、海鮮丼と鉄火丼が有名なんですが、海鮮丼1000円でこのクオリティです。もうね、今日はなんかウニが安くて仕入れられたのでということで入れてくださったんですけども、もうこの量とこの、ね、他のね、あの寿司ネタでやって、あの刺身も本当に新鮮でコリッとして美味しいんですよね。これ最高でございます。まあ、これはなんぼなんでも雨降っても500円になるわけがないんですが、これ1000円でももう相当、いやこれ築地とかで行ったらもう2800円とか3000円とか普通にする、海鮮丼だと思いますね。本当におすすめです、ここ、テレビとかでもよく紹介されてるそうなので、ちょっと合間を縫ってですね、早めに行かれると、9時半からやってるので早めに行かれるといいと思いますが、それではまた明日です。ありがとうございます。